きましょうか。官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖張覚は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。わしは必ず乱世を治める。この老骨の志支えてくれぬか。はい、我が力あなたのために役立てましょう。上の者もあの程度ですか。すぐに追い抜けそうですね。よっしゃよっしゃ、飲みまくるぜ。あなたには光るものを感じました。ふん。
行くとしますか。こう見えても酒は強い。よし。あなたには。へえ、退屈してたところだ。行くとしますか。あなたは打つには惜しい人材です。気乗りがし。私の力、乱世に示すため、今こそ立ち上がりましょう。この方針で待つ。お前のその途方もない力が必要だ。我らの仲間。それは。おや。よきかな、よきかな。行くわ。今日は飲ませてもらうわ。酒樽という酒樽を空にするまでね。あなたは打つには惜しい。私は多い。よし、
心地よい宴だ。おめえの噂を聞き、かしこま。あなたは鬱には惜しい人。俺は涼。こう見えても酒は強いんだ。才ある方々とのか。あなたは鬱には惜しい。受け入れられ。いざ。Thank you.
お前の力に惚れちゃ。それは。心地よい。あなたは打つには惜しい人材です。この周光機宴を楽しむの。あなたは打つには惜しい人。始めるか。この方針で。まあ。よし、うまく。くだらんことを報告に来てないわ。反抗したやつなど一族郎党を根絶やしにするのじゃ。
朝鮮よ、もっと地高よれ。あなたは鬱にはおし…私は趙紫龍と申し…お見せしましょう。座がしらけるんでね。行くぞ。昔は浴びるようにの。燃え上がってきた。この料理、天下を憂う諸侯よ、よくぞ集まってくれた。だが昨今の騒乱に乗じ洛陽に入った董卓が帝を我が物とし暴虐の限りを尽くしているのだ。今こそ奸臣董卓を討ち朝廷の綱紀を改める時である。この名族袁紹の檄に応えた英傑たちよ、我らの手で天下に太平をもたらすのだ。
った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり光沢を打ち果たすのだ。身の程知らずのクズどもが、わしの主治留任の邪魔はさせんぞ。連合軍の先鋒は孫権か。さあ来い、俺の強さ奴らに見せてやるぜ。勝負はまだか。君を仕負けるぞ。評論は出さぬ。悪く思うでないぞ孫権。戦がうまく運ぶと本所で手柄が取れてしまうからね。受けてみなさい。やれるもんならやってみろ。この海遊様が返り討ちにしてくれるぜ。倒させてもらうぜ。覚悟しろ。あいつ相当溜め込んでるらしいのよ。お前も一緒に来なさい。私が一番です。敵が来たのか。お前たちさっさと奴らを打ち払うのだ。引くとするか。見事な戦ぶりだ。この俺が負けただと。トータク殿、悪いがここは引かせてもらう。皆の志を刃とし、敵を退けるのだ。子供が、俺を楽しませてみろ。この旗は倒れてはならぬもの。殿ども、ここは何としても食い止めよう。くわしをここまで苦しめるとは。私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。おう、俺の前に立つ。いい度胸。受けてみなさい。ひれ伏せる。今日は手薄みたいだな。みんなに忘れられる前に俺が守る。こちらの城壁は私が制した。造作もないことよ。本気を出しましょう。借りは返す主義なんでな。どきなさい。ご兵将は耐えられません。お世話様、ここまでです。お前の退路は俺が開いてやる。
俺のこと忘れずにいてくれたんだな。この時は身に染みるな。受けてみなさい。敵将討ち取りましたよ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。くそ、意外とやりやがる。ここは一旦引くとするか。受けてみなさい。よくやった。その働き覚えておる。逃げて遅れを取るわけにはいくまい。いざ戦場に舞い戻らん。起きなさい。さあ、見事な戦ぶりだ。受けてみなさい。この地は私が抑えました。この超分煙がお相手しよう。まだ手こずっておるのか。仕方がない。わしが出てやろう。見事。ここは引き、体勢を立て直そう。よくやってくれた。受けてみなさい。大義である。見ているのも飽きたわね。もう一度出るわよ。借りは返す主義なんでな。チームでないぞ。一度体勢を整えねば。あとは頼んだぞ。よくやってくれた。その程度ですか。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。起きなさい。この地は私が抑えました。その程度ですか。わしの前に立つか。ならば死ねえ。行ってみよう。
沈めてこい。よくやった。その働き覚えておく。見事体勢を立て直そう。もう立てないでしょ。どきなさい。目立つな。やってると思うぞ。敵将討ち取りましたよ。こんなところで終わるのか。わしの主治ニクリンが。逆賊トウタクを打ち払い、落葉を奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。君の才はこの乱世でも際立っている。どうだ、私と共に戦わないか。分かったぞ。うまくいったよ。これまでの働きをたたえ、収穫に。聞いてやろう。愛ある方々との語らい、はい。来たぜ。酒も食べ物もうまい。やりましょう。戦ばかりでは。
この方針で。しようぜ。おうや。行くとしますか。せ。今日は飲ませてもらうわ。この料理やりましょう。戦ばっか始める。お店ふん。うまくいった。
取引をしたいのじゃが、いいだ。まあ。この方針で。まあ。今日は飲ませてもらうわ。
燃え上げ、この料理よ良い気分だ。やりましょう。戦ばかりで。はい。ここは安住の場所ではない。別の地へ旅立とう。まあ。うまくいった。あなたは撃つには惜しい人。俺は周傭兵。酒も食べも。頭。この方針で待ち。まあ。これまでの働きをたたえ。承知。いい働きができた。
飯には土地。あなたは打つにはおし。序文教。今日は飲ませ。よっしゃ。